堺井忠世は、江戸時代初期の大名。江戸幕府の老中、大老。上野国名場藩主、伊勢崎藩主を経て、馬山市藩の第二代藩主。雅楽頭家、堺井七代。後世に成立した、荒井白石、藩官府や、竹野職団などの資料から、土井都勝や青山忠都と共に、家光が支持したとされる、三神志布説に数えられている。 堺重忠の長男として、三河国西洋に生まれる。徳川家康に仕え、天正16年には、御用税天皇の呪略大行行に行部し4月2日、十五石下に除され、右表へ大部を称す。天正18年1月に家康の着男、秀忠が、豊臣秀吉に、初見峰した際に腰物役を務める。家康が関東へ入部すると、父、重忠とは別に、 武蔵国川越領において五千国を与えられる。以後は秀忠につきけろ職となり、秀吉の朝鮮出兵では、既然国名古屋城に在陣する。慶長五年の関ヶ原の戦いでは六月の合図征伐、七月に第二次上田合戦に従う。同六年、上野国名場軍において一万国を与えられる。慶長十年に将軍職を譲られた。 秀忠たきの筆頭年寄りとなり、在京領として、大見国久るもと、安三軍のうちにおいて五千石を数をされる。慶長十二年七月には、駿府城へ移った家康を貸し、科学頭に任じられる。慶長十四年二月、上野国前幼児領において五千石を数をされる。大阪の陣では、秀忠の旗本を務める。現那二年八月、 上野国瀬田軍王後、助倉愚に伊勢崎において3万2000国を加増される。源奈3年7月、父が死去して、医療の馬屋橋3万3000国を継ぎ、それまでの領地と合わせて8万5000国となる。源奈5年10月、上野国薄い軍、里見領において1万国を加増される。源奈8年12月、 上野国力や軍藤岡、武蔵国半沢軍において2万6千国を加増され、後に神殿と合わせて12万2 5五百国余りとなる。元那九年、秀忠の着手である武千代の四次が確定すると、家光月の過労のうち死没していた内藤政事の席を埋める形で、重帝の忠勝と共に家光月の年寄り衆に加わる。なお、秀忠月の年寄りは、 井上正成と長井直政によって埋められた。寛永3年、家光の上落にぐぶし、8月19日、14下に上り、9月19日、自重に任せられた。寛永9年5月に、松平安永の公認として、西の丸留守居となり、江戸城大橋街から家臣を引き連れて、旧秀忠屋敷である西の丸へ移る。 7月に、家光が増上寺へ猛出た際に中部を起こして倒れ、家光から養生を命じられる。幕政には復帰しているが、官営11年6月、家光が30万の大軍を率いて上落した際に、7月に、西の丸が火災で消失する事態が起こり、ただよは法を受けた、家光の命により官営寺に退去し、失脚する。 徳川五三夜からの斜面要請もあり、官営十一年十二月には、途上が許され、翌十二年二月に家光は漂う、免越、五月には西の丸番に復職するが、老住職からは退けられた。官営十三年三月に大老に任じられたが、間もなく没した。後を継いだ長男の忠きも、その八ヶ月後に後を追うように亡くなったため、 着村の中世が家徳を継いだ。ありがとうございます。